皆さんこんにちは、インストラクターのシェルです。本日もお尻のトレーニングを2種類紹介していきたいと思います。今日はうつ伏せだけでやっていきたいと思います。皆さんもうつ伏せの姿勢になっていってください。まず最初、うつ伏せになっていただいたら、膝は開いてもらった状態でかかとをつけていってください。そうですね、足の横はつけていただいて膝は開いていきます。この状態からお尻の力を使って足を上げる下げる上げる下げる、これを20回やっていきたいと思います。この時に足の力だけを使って上げるのではなくて、お尻もしっかり意識して、一番大事なのはお尻です。お尻全体の力を使ってぐっと天井に持ち上げるイメージでやっていってください。それでは20回やっていきましょう。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、残り半分です。11 12 13 14 15 16 17 18 19、ラスト1回いきましょう。20、はい、ゆっくり下ろしてあげてください。次は足を閉じてもらって、膝ですね、閉じてもらって結構です。次は膝を90度に曲げていただいて、まず手前側の足から片足ずつやっていきたいと思います。手前側の足からお尻の力を使って足を上に上げる下げる上げる下げる、これを繰り返しやっていきたいと思います。こちらですね、左右20回やって終わりにしていきたいと思います。まず手前側の足準備していただいて、膝90度ぐらいに曲げてください。かかとですね、かかと足首を90度ぐらいに曲げていただいてやっていきましょう。それでは始めていきます。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、残り半分です。11 12 13 14 15 16 17 18 19、ラスト1回です。20、はい、ゆっくり下ろしていってください。次反対側ですね、後ろ側の足を同じく膝90度ぐらいに、足首も90度ぐらいに曲げてください。この状態でお尻の筋肉しっかり使って上げ下げしていきましょう。最後20回ですので、皆さん頑張っていきましょう。それでは始めていきます。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15、残り5回です。16 17 18 19、ラスト1回です。20、はい、 OK です。ゆっくり下ろしていってください。はい、元に戻っていきましょう。はい、皆さん本日もお疲れ様でした。今日もお尻のトレーニング2種類やっていきました。呼吸は忘れないように行っていてください。
また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。